別に言うほど金持ちってわけじゃないわ。土地とか古い付き合いはあるけど、結局道場主なんてそんなに稼げる仕事じゃないもの。瀬戸君もまた月曜日に学校で。ええ、なあに、相変わらずしょぼくれた顔して。そうやって彼女の前で他の女と通じてるところ見せるのはどうかと思うわ。ちょっと慌ただしかったけど、今日は楽しかった。任せてくれていいわ。それじゃ行くわよ。うん、それじゃまた学校でね。